ものづくり大好きハチさんのいつもの日常をお届けするチャンネルです。どうも、ハチハチです。熊吉です。さあ、ハチさん、今回なんか穴の位置を間違えたとか言ってるけど、これどういうこと？これは箱の荷物入れる方の空洞が空いてるけど、それとクレーンの回転方向が違うもんね。クレーンは180度しか回らへんもんで、では向きを変えたいけどクレーンの穴が違うもんで、もう一回穴をちょっと開け直さなあかんと。クレーンに対して箱の穴が見えないですよね。で、最終的に作業終わった後やけど、作業終わった後は、この箱がこっち向いてますもんね。箱の穴が、これをやるにはこのなんかすごいでかい機械、これ使ってましたよね。で、今回は箱を作ってもらったもんで、その機械をでできんもんで、どうしようと思ったら車屋さん、重機屋さん、重機修理屋さんの子行ったら、こういうマグネットで鉄板に引っ付けてそのまま穴を開けれるっていう機械をがあるって、それ借りてきてちょっとやった。前はこういう卓上でやっとったけど、もっと楽にできる機械を借りてきたってことですね。ボールパンではね、箱作ってもらったからだともう穴開けれんでね。なんか今回どうしてもこの機械について語りたいと。そう、これは俺は最初からこの機械使っときゃよかったと思ったこれ、この穴開けのやつで1本動画作るんですもんね。そうよくわからんけど、これのすごさが全然、これはね、すごい機械プロが持っとる機械は違う。貸してくれたらよかったけど。で、早速やるんだけど、これが、ポンチで穴開けて、印をつけて、で、これ印つけてるとか。そう、印つけてると。ああ、なるほど、印をつけて、で、クレーンどけて、クレーンどければ鉄板だけむき出しになるんで、その上にあの機械を乗っけて、で、そのまま穴が開けれる。アングルと鉄板がずれずにそのまままっすぐ開くもんで、最高にいい機械。ああ、なるほどね。強いマグネットで、そう、ボールバー固定して、で、そこから穴を開けてくれる機械。なるほど。ああ、これ今やってますね。そう、全然わからんわ、これのすごさ。すごいんやこの機械は。へえ、これ一人で作業しますね。そう、1人で GoPro つけてますからね。へえ、すごいんや、すごい機械全然わからんわ。これどのぐらいで作業できるんですか、時間的に。時間、穴開けるのに、最初は分からんかったで時間かかったけど、分かれば5分もかからずに穴開いて。あ、そう、でも、まあ、1個5分、1個5分かかるかな、かからんぐらい。へえ、どんどん確かにすごい勢いでやってますね。今この箱には、穴が2つ。そう、余分な穴もある。余分な穴が、まあ、それはまあまた埋めればいいかな。あ、埋めれるんですか。埋める、溶接機があれば。あ、なるほど、ね、何とでもなる。なるほどなるほど。で、どんどん穴開けていって、もうすごい勢いで穴開けていってますね。そう、へえ、いい機械なんですね。で、これを今回は紹介したかったと。そう、というわけで、この動画非常に短いですけど、これで終わりですと、こういう機械もあるよって。はいはいはい、で、いよいよやっと次回、そう、箱とクレーン完成したから、もう次は、トラックの荷台をもう完全に下ろして、まずフレームからちょっと綺麗にして磨いて、ヒッチメンバー作る。ヒッチメンバーもそう、今トラックの荷台外してる状態で、ヒッチメンバーも、そこはちょっといろいろ考えながら作っていこうかなと思って。一応はヒッチメンバーも含めてトラックの荷台とかを変えていくっていう感じで、次回、なかなか理解するな。当たり前やん、だから理解できるって、でもこの機会は正直わけわからん、なんでこんなもん一本の動画にするんやろって思っとるし、お前に説明するのがね、どうやって言ったら納得するかがもう難しすぎる。いや、だからこれは好きな人が見れば、うわすげえこの機会ってなってるわけですね。だって俺が猿に説明してるようなもんやもん。うるせえよ、誰が猿や猿やねえわじゃあ、というわけで、じゃあまた次の動画をお楽しみにってことで、じゃあ、はい、次また頑張ってやるんで、期待して待っててください。待っててください。じゃあねー、バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。